パジーンです。以前からフェイクスイーツの作り方で食パンやクッキーを作ってほしいというリクエストをいただいておりまして、ずっと動画にしたかったんですが、その前に一つ準備しておきたい道具があるので、今回はこちらの道具を作っていきたいと思います。この間ちらりとお話をしたんですが、セルローズ布巾をシリコンで型取りをするというお話をしまして、こちらがシリコンで型取りをしたものなんですが、そのシリコンっていうのがこういったブルーミックスとかハンドミックスという型取り用のシリコンを使ってます。2000円ぐらいします。2000円、結構ね高い値段なので、今回はこちらのシリコンを使わずに100均のお湯丸や同じくお湯で柔らかくなる粘土の色プラを使ってシリコンの代用をしていこうと思います。今回実際お湯丸で型取りをしてみたんですが、気持ち悪いぐらい細かくリアルな型が取れたので全然いけると思いました。今後食パンやクッキーなどを作っていきたいので、お時間ある時にお湯丸などで型を作っておいてください。それでは今回はセルローズ布巾の型取りをしていきます。ダイソーのセルローズ布巾を用意します。このままでは柔らかいので型取りがしやすいように UV レジンのハードタイプでコーティングをします。100均にも UV レジンはあるので予算に合わせて用意をしてください。コーティングができたら UV ライトまたは太陽光で硬化します。太陽光の場合は UV ライトよりも硬化に時間がかかります。柔らかくしておいたお湯丸または色プラを用意します。柔らかいうちにセルローズ布巾の上に乗せて型取りをします。クリアホルダーを使って押し付けると指紋がつかず平らで綺麗な型を作ることができます。十分に固まったことを確認してからセルローズ布巾から取り外してください。完成です。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。